ビスカロスは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ランド圏のコミューン。海岸、ビスカロスは、カゾー湖とパランティ湖の間にある。ビスカロスの町は3つの地区に分かれている。湖の間にある、ビスカロスブール、大西洋に面した海水浴場のある、ビスカロスイコールプラージュ、カゾーサンギネ湖周辺のビスカロスラック地区である。アキテーヌ地域圏沿岸のビスカロスは、 現代3位の人口を持つ。また面積は、県最大である。ビスカロスとは、バスク語のビスカーから派生した。農業と林業と向かってきた、小さな村の歴史は、飛行機によって特殊性を帯びた。1930年から、ラテコエール社の水上機基地がビスカロスに、設けられたのである。航空輸送を行っていた、アエロポスタル社、特に、エールフランスは、 パランティビスカロススの湖から飛び立っていった。この湖はラテコエールコの名でも知られていた。大西洋上での水蒸気の需要が減り、ビスカロッスの航空基地は閉鎖された。かつてはランドの森に植林された松の切り出しが主産業だったが、現在は夏の観光業や商業が主体である。大西洋岸はサーフィンや乗馬が行われている。 フランス国防省管轄のミサイルテスト基地がビスカロスとミミザンの間の大西洋岸にある。ありがとうございます。